こんにちは。どうでもよくないニュースのお時間です。速報が入ってきました。ロート製薬の公式 YouTuber 根橋心さんのもとにアンチコメントが殺到しているとのことです。これに対し心氏はアンチコメ返しを行い、事態の収束に努めている模様です。心ちゃん、かわいすぎ。かわいすぎてムカつく。そんな思いをさせてしまっていたなんて、私の不注意です。申し訳ございません。弟の音くんもかっこよすぎてムカつくぞ。それは勘違いでございます。音くん声も良すぎてムカつく。それも勘違いでございます。やっぱりこのチャンネルは音くんがいないとな。やっぱりこのチャンネルは音くんがいないとな。なんて言ったらいいかわかんない。なんか言えよ。それも勘違いでございます。っていうかこのチャンネル茶番多すぎじゃね。申し訳ございません。茶番が好きなので積極的に取り入れたことを認めます。ただ茶番の面白さを皆さんにお伝えしたかったんです。ネバッシーの声ムカつく。てか心ちゃんの喉壊れないか心配。ネバッシーの声が不快に聞こえたのであれば申し訳ございません。ただネバッシーはネバッシーなので私の喉は関係ありません。ネバッシーのキャラまだ固まってないんだろ。そんなことはありません。ネバッシーはネバッシーと生きているのでキャラとかございません。ネバッシーと生きている。ネバッシーとして生きています。ロート製薬が e スポーツを応援するみたいな会見してたけど、そんなことなんだ。ちゃんと活動してんのか。動画にできておらず申し訳ありません。なかなか紹介する機会がなかったんですが、着実にサポート活動を行わせていただいております。 e スポーツに対して具体的にどういうサポートしてるんだよ。選手の健康管理やイベントの開催などをサポートしています。どうせ一般の俺らが楽しめるような e スポーツイベントなんてねえんだろ。実はございます。今月29日にロート製薬とデジタルハーツホールディングス共同でバンダイナムコエンターテインメントさん主催の鉄拳プロチャンピオンシップ日韓対抗戦2020をサポートさせていただきます。でもどうせ低レベルな戦いなんだろ。世界大会の優勝経験者もたくさん出場するハイレベルの戦いです。どうせ平日の夜中とかなんだろ。休日の昼間です。ロート製薬はどうせ目薬を提供するだけだろ。いえ、むしろ目薬ではなく栄養食を用意したり整体を行ったり会場内の香りをデザインします。遠方の方やご都合が合わない方への配慮なんてねえんだろ。ネットでの配信も行っております。隅々まで行き届いてるじゃねえか。行き届いてしまい申し訳ございません。おいおいおい、楽しみで眠れなくなっちまっただろうが、どうしてくれんだ。誠に申し訳ございません。ロート製薬には不眠を改善する漢方薬ゆくリズムという商品がございます。ぐっすり寝ていただき、当日はぜひ万全の状態でお越しください。おいよ、ありがとな。ありがとうございました。見事なアンチコメント返しでしたね。ちなみに話題に上がっていました鉄拳プロチャンピオンシップ日韓対抗戦2020は2月29日土曜午前11時から午後9時頃までバンダイナムコ未来研究所にて開催されるとのことです。遠方の方や当日ご都合が合わない方のためにネット配信も予定しております。詳細は鉄拳セブン公式ツイッターアカウントをチェックしてください。以上、どうでもよくないニュースでした。茶番でごめんね。固まってないな。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、ツイッターを見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。